ナマンダブツ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 。今日は2024年の7月5日ですね。今日も私が勝手に考えて言うてることなんですが、日本の足尾花王であります広瀬誠一さんの「渋柿の味」っていう随筆集を読んでまいりたいと思います。今日は78「現象不退」っていうところから読んでまいります。現象不退。浄土真宗には現象不退という教えがある。これは今年において信心あごめんなさいこれは今生において信心欠如すれば不退転に従するということであって、愚道者が幾多の道程を経て信心欠如すれば、世間の人と同じように煩悩の日暮らしはしているけれども、決して世間の嵐にぐらつかないで、明寿の時まで信仰を相続して立派な生活ができるという意味である。さて、私は戦争中、東京へ行くのに東海道線が普通で、北陸周りの夜行で行ったことがあった。寝台取ってはなく、かろうじて切符を手に入れ、立錐の余地のない超満員列車であった。全く難行苦行とはこのことであった。現象不退の風光をこの苦しい汽車の旅に例えたら、ぴったり来るのではないかと思うのである。この頃は8月お盆の季節であって、故郷の親里へ帰る方々のために、大阪駅前には1万人も入れる仮設のテント張りができていて、久しぶりで両親の顔を見るため、田舎へ帰る娘さんがたくさん見かけられるのである。これらの娘さんたちはこのお盆ラッシュでお手洗いにも行けぬ満員の列車に乗り込むことであろう。こうして下関ぐらいまで約9時間ほどすし詰め、夜行とは苦行というほかはない。そこへ広島あたりで下関の両親から「風呂も沸かしごちそうして待つ」という電報をもらったら、さぞ嬉しいことだろう。やれ嬉しい、これで一安心というところである。しかし電報はもらったものの、立ちんぼうの苦行は少しも変わらない。けれども、下関には恋しい両親が待っていると思えば、嬉しさで心はいっぱいである。これはちょうど仏法でいう苦悩の人生航路に大悲唱観の電報である一年の信心を受け取って、やれ嬉しやという按心の心境である。ところが、いかにぐらつかない不退転の位に従してはいても、今のシャボの苦行は前と大して変わらぬ。しかし、その苦の下から今にお待ち受けのご往生、今にお待ち受けのご往生と思えば、また勇気が出て立派に生き抜けるものである。旅の苦もまた仏法の師なるかなであると思う。このような味わいのある現象不退は、他宗にはあまり例がないのであって、身は煩悩渦巻く現世にありつつ、心は妙華咲き誇る浄土に住み遊ぶという不可思議の妙境である。これが真宗における煩悩即菩提の味わいであると思うと。いうことですね。いや、でも戦時中とかやったら、全部のエネルギーを戦争につぎ込まなければいけませんから、東海道線不通であった時、北陸周りで行かはった、これ大変な苦行であったでしょうね。
で、本数が限られていますんで、単に、時間かかってるばかりではなくて、本数が限られてるんで、その限られた汽車に乗って、で、いかんなん思ったら、もう大変な苦行いうかな、もうすし詰め状態って、本当にこう、想像をはるかに絶するようなすし詰め状態だったと思いますんで、要されたもんやなと思いますが、それしか行く方法がなかったら、それで行かなきゃしょうがない。そういう自らのご体験を通して、このように書いてくださってる、そういう時に、本当にこう、そうですね、電報いうもんも今はさっぱりわからないと思いますが、電報をもろたら喜ばはるかなと思いますね。電報いうて、まあ、何やろ、祝電とかそんなやつか、本当にちょっとピンとこないかなと、今の現状ではピンとこない話だけれども、しかし、そうであったかなと思いますね。で、続きまして79、歩む、はう、抱かれる。歩む、はう、抱かれる。母が子を育てるとき、自分の体を絞って消化しやすい乳を子に与える。全く菩薩行とはこのことである。母乳は噛むに歯なき赤ん坊にとっては無上の恵みである。この恵みのいただき方に種々ある。まず相当成長した子供は、乳房を見れば歩いて膝に登り吸う。次に、少し大きくなったものは膝に這い上がって、飲む。その次は、這うことさえできぬ生まれたての赤ちゃんは、母が抱き上げ、小さな口に慈悲の乳房を母自ら含ませ与えるのである。これこそ地上で最も麗しい光景と言うべきであろう。秋暑功徳の願、第19願、これは歩くということであって、この歩む、這う、抱かれるの中、この秋暑功徳の願、第19願は歩むということであって、上善三善を自力で出す。で、これはお経三部経の中では、感無量寿経に出てくるような教えですよと。で、19願の願文を読んでいくと、たと言われ仏を得たらんに、十方の衆生菩提心を起こし、もろもろの功徳を収め、心を致し願を起こして、我が国に生まれんと思わん。命終わる時に望みて、たとい大衆と異名して、その人の前に現世図は生学を取らじ。これが、まあ、歩くことができる、そういう子供さんになぞらえると、第十九願、念仏を、浄土往生を目指す人をですね、これ赤ん坊になぞらえると、小さい子になぞらえると、歩くことができるものの願いに、歩くことができるものを対象とした、願というのは第十九願ですよということで、そういった方々は、歩くことができる人は、十方の衆生菩提心を起こして、で、もろもろの功徳を収め、そして心を致し願を起こして、自分で願を起こして、で、我が国に生まれんと、浄土に生まれようと思わん。で、そういった人たちやったら、阿弥陀さんと、そして少女の、まあ、観音聖人がですね、その他たくさんの人たち、菩薩方と一緒に、その人の前に現れてくださる、迎えに来てくれはるいうことですね。これが第十九願で、歩くことができる人たちに対する願ですよと。で、その次、這う、這い上がってきて、まだ歩くことはできないけれども、
うことが可能な、そういった、子供さん、小さい赤ちゃん、になぞらえて念仏浄土往生を目指す人たちを、に対する願、これは直所読本第20願の願、第20願の直所読本の願ですよということです。で、こうした人たちは「他力の念仏を自力で称す」他力の念仏を自らの自力で、唱えるということで、これが阿弥陀経に出てきますですね。修持名号なんてのはそういうところですね。で、その阿弥陀経の経説に、五本願の中では第20願で、この第20願の願文というのは、たと言われ仏を得たらに十方の衆生、我が名号を聞きて、念を我が国にかけ、もろもろの徳本を植え、心を致し、回向して、我が国に生まれんと思わんに、下垂せずんば、生学を取らじ、ということですね。こちらやったら、第20願の行者は、我が名号を聞いて、阿弥陀さんの南無阿弥陀仏を聞いて、念を我が国にかけ、そして、ここは浄土に生まれたいと思って、自力でお念仏を唱えて、もろもろの徳本を植えることやから、その功徳を積んでいって、で、浄土に往生したいという、その功徳を浄土往生に振り向けて、我が国に生まれようと思うというのは、これは第20願の行者であるということです。で、四心心行欲生の願、第18願のに誓われているのは、浄土に往生しようと願ってるかどうかもわからんような こう抱かれて、お乳ようやお乳を吸うという、こう小さい赤ちゃんですね。全く、自分の力で、お母さんのとこまで、近づくこともできないような、そういった小さい赤ちゃんになぞらえて、第18願の目当てはこういう、大無量寿経のに説かれている本願の行者ですよということです。絶対他力の念仏を唱えさせていただく大無量、念仏の行者で、浄土往生を、願ってるかどうかもわからないような、そういった方々について、お経さんでは大無量寿経にその内容が説かれていますよと、18願の五本願の中にその内容が説かれていますよ。たと言われ仏を得たらに十方の衆生、四心に心行して、我が国に生まれんと思うて、乃至十年せん、もし生まれずは生学を取らじ、ただ五逆と非法生亡を、五逆と生亡非病、非亡せんとを除くということですね。ここで四心に心行してっていうのは、言うたら四心をと言うてもいいと思いますね。で、だから例えば五和さんで、ほにゃららを、大奥義、大奇妙せよ、真実妙に奇妙せよってね、王と二と、に奇妙せよっていう場合と、王奇妙せよっていう場合と、五和さんで二手ありますね。で、王奇妙せよとに奇妙せよっていうのは、これちょっと注意を払って、違いがあるのかな言うて、違いがあるんや言うて書いてあるものもありますけども、私がよく見てる高木俊一和尚の、高木俊一和尚の、ご本やったら、それ違うように見えるけど同じことを言うてはるんや言うて、書いてありますし、他のもんでもね、本山の現代語訳でもやっぱりそんな違うようには書いてはるとは思えないんで、訳し変えてはるとは思えないんで。で、そうするとですね、二と王と一緒やることになったら、真実、あ、心、四心に心行してっていうのは、仏さんの真実心を信じてっていうふうに取れますですね。問題なくそうなりますんで。で、
仏さんの真実心を信じて歌って、それが私に入り満ちてくださるのが信仰いうことやから。で、そうすると必ず仏さんの真実心が私に入り満ちてくださってるのが信心やから。だから仏心が私の中に届いてるんやから。だからその仏心が私に届いとったら、必ずそれが因となって、それが種となって、仏さんの心が種となって、仏さんの悟りの領域に、生まれていくわけですから、必ず生まれさせていただけるんやと言って、我が国に生まれんと思うというのは、どうか分からんけど、生まれるか生まれないか分からんけど、欲するっていうことではなくて、欲生の欲で欲するいうことやからね、生まれられんかもしれんけど、どうか生まれさせてくださいと言って思ってるんやなくって。必ずそうなるということを期待して、そうさせていただくのだと、我が国に往生、我が国に生まれんと、思えよっていうことは、じゃあ思わせていただきますよっていうのが、この我が国に生まれんと思うということで、で、そして、そういう思いからおのずと、声に現れてお念仏いうもんが出てきますよっていうことですね。で、まあちょっと奥志門の方はちょっと除きますけれども、で、我々はこの3つの願の教えのごとく、往生には歩いて行くことはもちろん、這うことすらできないので、ただ仏様の膝の上で煩悩のために泣くばかりの赤ん坊である。で、そこで大悲の母は心を痛められ、泣く子に乳と、泣く子に乳を与えようと、名号の乳を与えてくださるのである。この他力称名の乳によってのみ、緑子は育つ。全く無比の称名、聖なる行いとはこのことである。ということですね。今も広瀬誠一さんの寄進された親鸞聖人像やお仏像を拝見できる、そういう形があるものから残してくださってて、それを拝見することはできますけれども、しかしその、たくさんのお仏像や親鸞聖人像を寄進してくださった、その広瀬さんがどういう思いで、そしてどういう信仰を持っておいでになって、どんなふうにお考えであったかということになると、やっぱ本読んでいかないとわからないので、従いまして、こうやってご自身でお書きになったご本読ませてもらうということは、これ大切なことやと思いますね。そんなことで。もうちょっと読んでいこうかな。とりあえず解散なんですからね。ついに80、見えぬ綱、見えぬ綱、昭和36年4月5日、親鸞聖人700回、大恩期に本派本願寺より、招待をいただいた、その日、私の一生を通じて最も感銘深いありがたい一日であった。聖人御影堂とその前の仮設の座を埋め尽くした何万の善男善女、そして深海露出の念仏と昇進へ、深海とね、おし、あの、信ずる海の海の大信心会というような時の、信ずる海、そして信心会流出、信心から流れ出た念仏とお昇進へ、誠に荘厳の極みであった。とりわけありがたく味わわしていただいたことは、ありがたく味わわしていただいたことは、御開山聖人のご映像より何万人の一人一人の胸に見えぬ本願力の太い綱が張られてあったことである。そしてこの見えぬ信心の綱が聖人のお手元より伸びてお浄土へ通じていたことで、ただありがたさの思いでいっぱいであった。
それにつきまして、こういった、和歌を作ったようでなりますね。我が胸に聖の綱の響きあり、惹かれいかなん弥陀の浄土へ。我が胸に聖の綱の響きあり、惹かれいかなん弥陀の浄土へ。さて、この今生において二度と会うことのできない大恩期を記念に、西本願寺御門主大谷光生芸家のご光輩により、阿弥陀堂のご本尊阿弥陀如来の御模像を、禁鋳して、謹んで鋳造して、米国仏教大学、ワシントン仏教会、ベルリン仏教会、ブラジリア本願寺別院へ4体寄進させていただくことになった。誠にこよなき荘園に感謝している次第である。そしてこの仏像発想にあたって、米国仏教大学プレジデント関法然先生が自ら荷造りに精進しておられた姿は感銘深きものがあった、言うて書いてありますね。これは口絵写真の中に、この御像がございますので、広瀬さんと共に、こうやってね、写っておられますね、仏さん方が。私が生まれる前の年です。昭和36年4月。素晴らしいことだったんですね。もう一遍、どこにお送りになったか。米国仏教大学、ワシントン仏教会から、ベルリン仏教会から、ブラジリア本願寺別院とね。この関法然先生のこともよう出てきますけれども、ただね、尊い方が、ずっとおいでになって、で尊いお坊さんがいはって、尊い御門徒さんがいはって、でこうやって、こうお念仏の世界に、この子や孫に、で、そして新たな人たちにお念仏聞いてもらって、でそういう思いがやっぱこうやってご相続されて、今ここにも届いてるっていうことですね。共に喜ばせていただけたらと思います。今日はこれからお参りに行ってきます。終わります。